こんにちは、水木あおの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はタラララララ。あのさ、ファミマの音ってさ、意外に難しいって知ってる？タラララララみたいな、タラララララみたいな感じのあのララの部分めっちゃ難しいね。はい、今日はお店の歌勝手に覚えてる説やりたいと思います。お店に行ったらなんやかんやずっと流れてるからこそいつの間にか口ずさんでってそのお店の歌を覚えてしまって歌詞まで覚えてしまってるっていうのをやってみたいと思います。じゃあちなみに、スタッフさんにお題を出してもらいたいと思います。それではお願いします。はい、じゃあもうこれはなんか知らない人いないんじゃないかなと思うんですけど、はい、セブンイレブン。はい、セブンイレブンいきます。ずっと夢を見て幸せなったらなったら、わかる？こう歌詞はわからなくてもこう音程っていうかあれはあるやん。そう、音楽が流れてる。たらららららら、いらっしゃいませラララ、いらっしゃいませ、温めますか？はい。確かに。そこね。じゃあこれもね、結構知ってる人多いんじゃないかな。はい。ドンキホーテ。ドンキホーテ。さあ行きましょう。ドン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 キードンキホーテ、タラタラタラ、いつでもなんでも激安ジャングル、ドンドンジャングルタイム、ドンドンドンっていう感じですね。そんな歌詞やった。あとちなみにちょっとそのまま流れていくと、ドンドンドンキードンドンドンキーホーテって感じでね、あるねんな。そうそうそう。知らないですか？マニアックすぎる。てか何時間ドンキホーテ言ってるんですよ。聞こうと思った。そんなにね、でも覚えちゃう、勝手に入ってきちゃう。はい、じゃあ次お願いします。じゃあイオン。イオンね、これが結構あのクリーンタイムっていうんかなの時になんか流れるみたいな、なんかそういう系のやつやねんけど、なんかくれだったのみんなのみんなののみんな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 のみたいな感じの、知らないけど、知らないですか？なんでよそんなに覚えてるのって、勝手に入ってくるんですよ。そう、注目してほしいとこはこれ重要。もうこれが流れてきてからの入ってくるみたいな。そうなんですよ、ぜひイオンで聞いてみてほしい。これは、はい、これはなんか知らない人意外とおるんじゃないかなって、うん、三日月桃子。三日月桃子、これは多分中高生がよく、女の子がよく知ってるかな。じゃあ行きます。急に始まりだした、なんか最近っていうか2年前ぐらいに急に三日月桃子の歌が入りだして CD まで出したみたいな感じです。それでは聴いてください、どうぞ。三日月桃子、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  SOSOSOS 桃子 SOS。 ほんまに勝手に作ったんじゃん。違います、ほんまにだ、知らないの、ほんまに SOSOS みたいな感じであるね。まあぜひ三日月桃子に行って聞いてみてください。はい、じゃあ、はい、まあ、これはもうね、全国的に有名ですよね。泉屋。泉屋ね、もう泉屋小学校の頃からずっと行ってました。それでは聞いてください、どうぞ。くる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 幸せ、くる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 幸せ、くるくるほら聞こえてくるよ、元気な笑顔が溢れてる、お日様ピカピカ、あなたもピカピカ、お日様もニコニコか、わかんないけど、泉屋はみたいな、知らんけど、知るんですか、みんなの笑顔がそこにそうなんですよ。そういうことだ。優しさもとか言って溢れてるつって、このいっちゃん達がくる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 なんですよ。はい、知ってますでしょ。ほら知ってる知ってる、ほらこれ絶対これ大丈夫、ここだけで楽しい動画じゃない絶対みんな分かってくれる、言ってる人は分かりますね。はい、これはこのもの自体知らないけど、ショップ99、ショップ99が、これはちょっとこれ多分分かる人は分かるけど、
結構どこのショップ休憩も潰れてって100度に変わってったみたいな感じのことがあって、あショップ休憩の歌もそのままです。それではお聴きください。どうぞ。ショップ休憩休憩休憩ショップ休憩休憩休憩なんたらなんたら休憩休憩なんたらなんたら休憩休憩って感じですね。はい、まあ、潰れそうですね。だいたいもう私の家の近くも潰れていきました。はい、ショップ休憩よかったんですけどね。これはちょっと一個最後に残して、これはちょっと、はい、イオンと同じじゃないのかっていうところが、はい、イオン、ワオン、ワオン、これワオンは聞いてほしい。ピッてやるときワオン。ちょっと言いたかった、そこそこ、これ言いたかったんですよ。最後の線でよかったです。ごめんなさい。挟んでほしかった。はい、でもこれはこれは知ってる人多いんじゃないかなと思います。はい、大国、大国ね、大国、あ、じゃあどんな時、あ、待って、あ、はい、いっちゃん最初の文字が出てこへんねな、いきなり入っちゃったらな、一大告白タイム、一大告白タイム、大告大告告白タイム、一大告白タイム、一大告白タイム、大告大告大告大みたいな。あれそんなん言ってんのよ、一大告白タイム。なんかあと他にもなんかいろいろあったけど、ちょっと大告白も忘れました。それが一番覚えてる。いやもうこれでとりあえず、はい、っていう感じでした。ありがとうございます。ちょっと音程の方ずれてるよとか、ちょっとあの声出ないとかはちょっとごめんなさいね。でも多分大体の方は分かってくれたと思う。まあ、ぜひ皆さんもお店に行ってほんまか聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。